はい、皆さんこんにちは。カンボジアガサガサフィッシングの佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、以前紹介した、土を掘ったね、湿地に来てるんですが、まああの時からすると多分2ヶ月3ヶ月ぐらい経ってるんで、そんな経ってないか、2ヶ月ぐらいかな経ってるんで、ちょっとお水が多少は増えてそうなんで、ちょっと様子を伺ってみたいと思います。で、多分まだ水がもしあってもそんなに魚は多分入ってないと思うんですが、水生昆虫とかもねいるかもしれないんで、ちょっと散策してみたいと思います。あまり僕も期待してないんで期待しないで見てください。ちょっとは水ありそうですね。ひたひたって感じですね。前はもう全然水なかったんですが、ちょっと水が来てますね。コイムシ、カエル、オタマ、ヤゴ、あ、でも魚もちょっと入ってきてますね。メダカとオリジアスとピグミーグラミーは入ってますね。ちょっと散策で歩いてみます。
はい、というわけで今日も、はい、というわけで今日も久しぶりに2ヶ月ぶりぐらいかな来て、この以前草原だったところに水が来たんでちょっと歩いてみたんですが、水生昆虫はちょこちょこいて、あと魚もメダカオリジアスですねと、ピグミーグラミーと木登り魚かながいたんですが、 あとスネークヘッドのちっちゃいのですね。なぜまだ魚が少ないんでちょっと残念な結果でした。でその後ずっとねタモ網を持ったまま、ひたすら歩いてちょっとねタガメの卵塊をね探そうかなと思ってだいぶ歩いたんですけどないですね。まだこの辺もまた一月ぐらい空いてからもう一回見に来てみようかなと思います。というわけで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本当結果が今日はなかったんですけど、まあでもそれも一つの、カンボジアの平野部の氾濫原エリアの現状をね知ってもらうにはいいのかなと思うのであえて、作ってみました。というわけで、またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。